それではですね、続きまして本日の2つ目の議題でございます。1、設備投資等の資金を調達するために要するコストである事業報酬の水準を決める事業報酬率。2、固定資産税や事業税、あるいは法人税でも入りますが、高所効果について議論したいと存じます。まず事務局よりご説明をいただきまして、その後で東京電力からご説明をいただきたいと存じます。じゃあ、はい、まずちょっと資料4が説明資料なんですが、一番後ろの方に資料9って横長の一枚紙がありまして、シーズ専門委員会のシーズの上場について全体の長官図を注目しております。今回第6回ですけれども、第1回目に実際消費者団体中小企業団体からの意見聴取を行いました。第2回で前提提供での受注の想定を受け入れました。第3回で経口率化人員計画、それからその総電化などの人件費、修繕費、それの1から福島第一の1号機から4号機等の費用について決めました。4回目は燃料費、購入電力バンク延長で、5回目前回ですけども、レートベース、世界計画、電解計画費、スマートメーター、その他ちょっと後半の方は次のご覧というか今日いただきます。今日ですけども残り その電化としての高速効果と事業報酬率、レートベースに掛け算するとか3つの問題、それからそれで出てありました総電化を規制も重化もにどう割り振っていって、最終的にどう料理になっていくかというレートメイクの問題、以上を今回ご議論していただきたいということでございます。資料の4をご覧いただければと思います。まず事業報酬の率でございます。資料3ページに事業報酬についてという概念が書いてございます。これは前回レートベースそのものを置きましたときと同じものが続きますけれども、電池の目的、電池の使用者の利益の保護、それから電池の健全な発展、これは別に分かれる対立概念じゃなくて、両方は一体だというふうに思いますけれども、それは目的なんでございます。で、事業報酬につきましては、真ん中あたりから下に書いてますけれども、資金調達を設備投資のために行っていく必要があると、それに要するコスト、いわゆる資本コストが事業報酬だというございます。より分解しますと、2つ目の場合にありますけれども、銀行等からの借りとか社債による調達、それから株式の発行による資金の調達、いずれかを行っていくわけですけれども、銀行債権者にとってみれば、利子率が自分の期待するものよりも大きいかどうか、株主にとっては自分の自己資本の利益率よりも高い収益が見込まれるかと、見込まれればそこに投資しよう、貸し出しようとなりますので、資金調達が円滑に実施されると。ということ、いわばその事業報酬、これらその資金の出し手に対する報酬、そういう概念だというふうに理解してございます。でかつてはこの報酬の考え方、支払い利息、配当金額、現準備金、それぞれ積み上げて、各社ごとに計算していたということでありますけれども、そうしますとコストのかかるところ、かからないところ、差が出るといった問題で、差が出て、料金が変わってくるという問題でありますとか、資金調達コスト低減のインセンティブが乏しいということで、1960年に現在の事業者一律の事業報酬制度ができてございます。具体的には4ページでありますけれども、申しましたとおり、電気業者一般に債権者とか株主が期待するリターンを適切に算定すると、その上で、それよりも低く調達できれば、事業者のメリットが出ますし、高ければ、先ほど持ち出しになると、そういう制度であります。算定式はレートベース×事業報酬率ということで真ん中ありますけれども、レートベースは前回ご利用いただきました。ちなみにちょっと先ほどもありました、レートベースの考え方で、建設仮勘定でありますけれども、これは松村さんのおっしゃった趣旨と同じと思ってまして、会計上は税額かもしれませんが、電気上においては建設仮勘定は2分の1にしています。他方で、ガス事業でありますとか、例えば鉄道につきましては、これ、レートベースの中でも、建設仮勘定全額入れているケースもありますので、そこはある程度、それぞれ事業に応じた政策判断があるかと思います。ちなみに電気はそれぞれ2分の1にカットしているということであります。事業報酬率、今回のご議論のテーマですけれども、自己資本と他人資本をそれぞれをミックスで調達すると、それの通りでありますけれども、それを自己資本30、他人資本70で計算しています。で、自己資本の報酬は何かと申しますと、公社債の利回り、つまりリスクフリーレートと言われますけれども、リスクのない、報酬率、それから全産業の自己資本利益率、これは要は一般的な産業に投資した場合の期待利益率ということだと思いますけれども、そのリスクフリーと、リスクフルにあるもの、それぞれを、1マイナスベータ、ベータということで、暗分するということになっております。このベータ何かと申しますと、ちょっと小さくなってますけれども、企業のリスクを表す一般的な指標がありまして、当該産業の
かれ等は企業の株価が1位上がっている他の全体の企業の株価がどれで上がっているかということを示す、まあ、官能度の指標であります。それから他人報酬につきましては、この実績の10社平均の有利主体の利益率を用いてございます。これは次のページに算定規則が省令で定められておりまして、それぞれ70対30の自己資本と他人資本の報酬の割合であります、の割合でありますとか、それから自己資本の報酬率において、先ほど そのリスクフリーレートおよび減算分の自己資本利益率を採用するといったことについて、それぞれ決まっております。唯一決まってないところがベータでございまして、これにつきましては5ページのうちの括弧4の2、3の報酬率括弧1の真ん中あたりでございますけども、自己資本報酬率の設定にあたっては、震災後の状況を勘案しつつ、課題の維持が生じないということで、資金状況に支障が生じない、構成報酬といった観点から、事業リスクを見極めた上で設定するということで、このベータについて、ある程度の、査定できる最良の範囲といいますか、が出ていることになります。他方で、それ以外の、先ほど70、30でありますとか、どういう資料を使うか、それからその公社債利回りでありますとか、それはあらかじめ定まっているということであります。ちなみにその自己資本報酬率では73期が正しいのかということでありますけれども、これは6ページの方で、これは春の自主手会議もご意見いただきましたけれども、各社の自己資本報酬率、自己資本比率それぞれバラバラであります。特に東北、東京におきましては、震災の影響で自己資本が大きく依存しておりまして、東京によっては 10% 切っていると。ただ各社平均では22.9になっております。これは電気業だけではありませんで、類似の公益企業、下の方にどうか細かく書いてますけれども、ガスとか通信とか航空とか JR とか民鉄とか、こうした他の公益企業の自己資本比率というものを計算しまして、そこから一般電気業者における適正な比率ということを民間の算定式に当てはめますと、30% ということになっているということで、引き続き、これ平成7年に 30% になっているんですけれども、妥当ではないかということで、今回、ここについてはルールをいじっていないということであります。7ページ、これも有識者会議の議論をいただきました。実際には出てきたときに考えようということで、特段のところでは何決まっているというわけではなかったと記憶しておりますけれども、直近7年間、過去7年でトップだけです、多いです。7年間で、ベータ状況と、左官ベータ47になります。年間であれば、直近年であれば 0.4、震災後から直近であれば 0.85、こういう数字が、これは誰と計算すれば出てくるんですけれども、一般的に取れると。で、どういうことを採用していくか、当然これ例ですので、これ以外もあって構わないと思いますけども、何を採用するかということであります。で、8ページでございますけども、東京電力の場合の事業報酬の推移の書いてございまして、8年10年におきましては、これ認可でございますので、それもベータ値についても行政が査定を行うということで、適正性を確認してございます。で、過去、8年からこのベータ値を取ってまして、実は8年より前は従来0.7っていうのを固定的にずっと取っていたんですけども、平成8年により実態に合わせるということでベータ値を採用しております。その時に、たまたま過去と同じ0.7ということですけども、平成10年には、その時の実績を踏まえまして 0.6 になっていると。以降、平成12年以降届け出でございますので、事業者が同時にこのベータ値を設定するとなってございまして、当然その場合でありますれば、この計測期間、それぞれ7年だったり10年だったり、それぞれの理屈があったと思いますが、取った上で 0.4 とか 0.3 とかということで採用されております。その後、若干このベータ値の採用、これ相関係数関数が低いケースでございまして、その場合にはベータを採用できないということで、おそらく 0.7 ということを16、17、20、18、20というのは採用されたということだと承知しています。今回9ページで東京電力の申請内容がありますけれども、レートベースのガス全体10兆弱のレートベースに、下の方にあります報酬率 3%、 当然の申請では 3% ですけれども、 3% を掛け合わせまして2800億円が事業報酬として年間に織り込まれていると。この 3.0% の説明は後ほど東京電力から詳しい説明があるかというふうに思いますけれども、自らのリスク度合いを勘案して、このように設定しましたということが、その場合、ベータは 0.9 になっているということであります。ここにつきましては、さまざま先ほどの消費者委員会様のご意見もありますし、3% を引き下げるべきというようなご意見でありますとか、あるいは、公的資金が導入されているということを念頭に置きまして、報酬率をより前に進めてないかと
といったようなご議論もあったと思います。で、まあ、今回この場でご議論いただきたいのは、まずその法務省の資本比率とか、単位資本の報酬率とか、単位報酬率とか、まあ、それぞれあの算定方式が省令で定まってますけれども、きちんと、まあ、別に算定されているか、それから先ほどその査定の対象でありますところの、まあ、ベータ値を、まあ、東京電力は 0.9 というふうにあの申請いただいてますけれども、まあ、それについてどのように考えるか、まあ、その際に、まあ、ご自身の導入先を聞いたということをどのように考えるかといったことが論点かと思います。あの11ページ以降は参考が載ってまして、東京電力は今の11ページの下の方にあの実績がありますけれども、例えば平成12年であれば、料金を設定したとき、一番左側のグラフですけども、原価折り込みが4400億円が自己報酬で、実際に、まあ、利払いと配当になるのが4585億円、つまりこの手は持ち出しになっているということであります。まあ、その後、まあ、これ、ずっと届け出の時の料金なんで、両者をチェックしたいと思いますけども、まあ、この丸字解説の差分といいますか、まあ、それが、まあ、そういう意味ではその報酬と実際に払った新調査の差分として、まあ、内部留意になっていたということでございます。12ページにあの各他の産業の報酬考え方が書いてございます。例えば、まあ、自己資本の比率30-35でありますとか、これガスはその実態の産業をしていると思いますけれども、ベータ値にとっているのは、まあ、ガスも同じ。鉄道につきましては、ベータ値という概念ではなくて、自己資本の報酬率に掛け算するときには、作るときには、放射災、さっきリスクフリーレートと全産業の RE、これもあるかもしれないんですが、まあ、それに加えまして、配当所有率、3つを、まあ、足して3で割るというような出し方をされています。また水道におきましては、まあ、永続的には供給されている電力水準として、まあ、3% ということは、まあ、あらかじめ定まっているというふうになってございます。続きましては13ページ、コスト効果でございます。まあ、入手前の方では、これは外資に決まってくるというか、効率化努力が図られる項目ではない項目としてご利用されていますけれども、今回申請がございますので、まあ、審査算定されているかを確認したいと考えております。高速効果、各 税法と河川法でありますとか、法人税法とか地方税法とか、それの法律に基づきまして、それぞれ、まあ、運転に応じて、まあ、計算式が定まっているということで、算定をされています。で、具体的な項目と費用、それから、まあ、備考のところで、まあ、その増減理由については書いておりますけれども、これもちょうど東京電力から詳しい説明があったと思います。15ページ、ご意見としましては、電力会社の進展についてのご意見を、第1回だと思いますけれども、いただいたと。これにおきましては、算定規則各税法につきまして、適切に算定されるか、それから法人税でございますけれども、これも補正の事業報酬の、まあ、一部といいますか、一環としまして、まあ、新調達コストということで、配当を見合いとして、その所有額に応じた法人税額が今回算定されますけれども、これも消費者の世界ということもあると思いますけれども、今回、東京電力においては、無配ということを、まあ、宣言されていますので、まあ、どういうふうに考えるかということも、どうもありがとうございました。いつものことでございますが、今15ページで、提示していただきました論点以外の論点も、委員の皆様や大川の皆様からご提示いただくのはもちろん大変結構なことでございますので、よろしくお願いいたします。それでは東京電力さんから、ただいまの提示につきましてご説明をお願いしたいと思います。窮屈なことをいつもご指摘をしてください。準備とってよろしくお願いいたします。はい、承知しました。まず弊社の原子力塾によりまして、地元の皆様方、それから広く社会の皆様方に大変なご迷惑を今なおおかけすること、改めておかけ申し上げます。本当に申し訳ございません。それでは、お手元の資料の1項目をご覧ください。すでに片岡大臣の方から詳しくご説明あったので、具体的なところからだと思いますが、この1ページ、1項目の枠内ですけれども、現行の事業方針の枠組み、各国会の審議等において検討されておりますまいた内容が、まあ、こういうルールとして反映されているわけでございます。具体的には電気事業に必要な資産の価値、レートベースを特定の上、適正な事業報酬を乗じて算定しているということで、枠の下に具体的な数字を入れた算定式を記載しております。今回の申請における事業報酬2815億円、まあ、レートベース9兆3826億円に 3% を乗じることによって算出してございます。レートベースは前回委員会でご説明したような、左下の枠内の丸1から丸6の項目の合計でございます。事業報酬は 3% の算定方法2コマ目でございますので、ご覧、裏をめくっていただきたいと思います。上の枠内で、今ご説明ありましたように、事業報酬のルールに従いまして、自己資本報酬率、他人資本報酬率3対7、30対70、加重平均するということで算定してございます。
枠の下の左の表で自己使用の報酬率が 6.32% でございますが、この値はさらにその下の表、括弧 A にありますように、公社債利回りと電力を除く全産業の自己資本利益率の過去7年間の実績値に基づき算定してございます。この中で自己資本利益率のウェイト付けについては、企業の相対的なリスクの大きさは先ほどのベータ値を用いてございます。ベータ値に関しましては、震災後の当社のリスクが極めて高くなっておりまして、本来であれば震災後の当社固有のベータ値 1.5 に基づき、ルールに従ってます上限であります 1.0 を用いたいところでございますが、電気料金への影響等を勘案いたしまして、支払いの事業報酬率が現行の 3.0 となるようにですね、これ沖縄電力を除く旧社平均の 0.9、これを適用してございます。一方、他人資本報酬率 1.61 につきましては、料金算定規則の規則から、料金申請より基づきまして、電力従事者の有利子負債利子率を適用して算出してございます。以上でございます。引き続きまして、構想効果の方を説明させていただきたいと思います。資料6ですが、1コマ目をご覧ください。まず上の枠内ですが、構想効果、これは推理使用量、他記載のような項目の合計となってございまして、地方税法、他の各税法などに基づきまして、第2回の当委員会でご説明させていただきました前提計画、これをもとに下の表のように算定してございます。主要な項目は固定資産税、電源改装申請と、下から2行目に法人税等が課税所得の減少によりまして減少したこと、それから中ほどの電源開発促進税が販売電力量減により減少したこと、それから固定資産税が減価償却の進行で減少したことなどによりまして、前回と比較して445億円ほどの減少となっております。2コマ目をご覧ください。参考でございますけれども、構想効果は各項目を算定する際 の前提計画とか他の項目との関係を概念で示しています。例えば一番上の電源開発促進税につきましては販売電力量が課税対象ですので、左にあります供給計画需要想定に基づく販売電力量、税法で定められた税率1月当たり 37.5 輪をかけることで算定しているとこういったことでございます。で3コマ目ですが、各項目を順にご説明申し上げます。水利使用量ですが、下の枠内にあるような算式でもって、水力発電所元の出力に単価を投じて算定しております。今回の原価算定期間には、神奈川2号、活動が4号といった、大型揚水発電所の運転開始が見込まれ、その増分影響がありますが、一般水力の件もあり、前回改定とほぼ同水準となってございます。4コマ目をご覧ください。ちょっと多めの固定資産税でございます。固定資産の課税標準額を算定しまして、これに税率を乗じて税額を算定しております。表の上から3行目の緊急設置電源、それからその下の福島第一における改良投資による増加、こういったものがありますが、全体に償却の進行によりまして課税標準の減少があって、前回改定と比べて約52億円の減少となってございます。また表の欄内のところ、長期計画停止火力につきましては、今回現在には含めておりません。5個の目をご覧ください。雑税ですが、前提計画に基づきまして算定した課税標準に各税法等に基づく税率を乗じて算定してございます。表の下から3行目、原子力発電所の稼働減に伴う核燃料税の減少等によりまして、前回改定と比較して約17億円の減少となってございます。ご覧いただきまして、6コマ目をご覧ください。電源開発促進税でございます。これは需要想定に基づく課税対象電力量に、先ほどの 37.5 輪を乗じて算定しております。課税対象である販売電力量の減少によりまして、前回改定と比較して約68億円の減少となっております。売上減算定式ですが、販売電力量や当社の建設工事用のなどの自家使用電力量の合計に税率を乗じたものとなってございます。7本目、事業税ですが、料金改定後の想定収入金額の税率を乗じて算定しております。課税標準である収入金額の増加によりまして前回改定と比較して約14億円の増加となっております。無理に算しては表の下の枠内に記載の通りでございます。8コマ目をご覧ください。法人税等はございますが、経済産の省令であります一般的事業供給約款料金算定規則により算定しております。具体的に申し上げますと、この上から2番目の枠内の最後のところに配当後残の式がございます。この式の A というのが税引前利益、その次の項の A×0.2×α が法人税と、
3つ目の項目の B が配当金となっておりまして、税引き前利益から法人税等と配当金を差し引き、すると利益は残らないと、まあ、こういう算定式になってございます。なおこの 0.2 という係数は繰越欠損金を 80% まで控除する法人税法の扱いを前提として、おります。前回改定の水準を比較しますと、税率が変更となったことによりまして約50億円の減、課税所得が減少したことにより272億円の減、合計322億円の減少となってございます。で、9コマ目でございますが、今回法人税等を要件限界に参入する理由についてご説明いたします。弊社は当面の間無配を継続することを確認してお願いするところでございます。しかしながら一方で料金上の法人税等の算定の前提となる配当金、これは法人税等を支払った後に配当金相当が税引きの利益として残るということを、まあ、想定しているものと考えられます。なおその資料の中ほどの表でお示しした通り、料金算定上の法人税等の算定前提となる配当金額、過去の料金改定におきましても、現実の配当金額と必ずしも一致しているわけではございません。で、今回の申請にあたりましては、他電力9社のうちの最も低い配当水準であります、1株当たり50円配当相当額を、健全な事業経営運営を行う上で、必要な税引きの利益水準と考えさせていただきまして、当該税引きの利益に欠損金控除を反映して算定した法人税率を、法人税等を料金限界に参入することとさせていただきました。ご報告しました。以上でございます。どうもありがとうございました。それではただいま事務局および東京電力でご説明いただいた内容と合わせまして、実は前回と積み残しがございましてですね、一つが設備投資関連の費用、それから2、スマートメーター関連費用、3、その他経費、控除収益についても、参考で、後ろに資料を掲げております。参考とついてですね、参考1、これが設備投資関連費用について、参考2がスマートメーター、参考3が個別の減価ということでございますので、合わせてご議論をいただければと存じます。どうぞ、どなたからでも結構でございます。一番最初にちょっと山下先生に伺いたいんですが、事業報酬っていうのはこれは独立した用語ですよね。ちょっとこれしかし我々素人でちょっとミスリーディングがあったんで、誤訳とは言わないけども、ちょっとミスリーディングだったんじゃないかと思うのは、なんかこれ事業報酬っていうと、よくお前は電気を届けたとか、よく汽車を動かしたので偉いから褒美だと、こういう感じをする言葉ですよね。でもこれ違うんですよ。つまりそういう一定のリスクのある事業に対して投資をしたやつを褒めてやるっていう、そういう、ですよ、褒めるわけじゃないけど、そういう意味での報酬なんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。事務局資料も3ページにあるとおりですね、基本的に事業報酬というのは資本コストですので、おっしゃるようにですね、何か褒美を与えるというような感じのものではないですね。それで、ついでだから言わせていただきますと、要するにこれ何で与えてるかというと、投資をして、その投資が大きいで、それに対して一定 その支払いをしなければ、その企業自体の成り立たないからなんです。成り立たないと例えばその供給の滞るだとか、あるいは投資が迷惑かけるとか、いろんなことがあるので、これに対しては消費者の視点からですね、基本的に過大な報酬を出さないように、しかしその投資に対するそのリターンをちゃんと確保するという意味のものが、その事業報酬ですね。ですからおっしゃるように、これを言葉を、法律で今使っているわけですけれども、その法律の制度自体が良くなかったと言われれば、その通りだと思います。これはあれですか、その公益事業会計では昔からあると思います。山本先生がお作りになったとか、そういうの私はそんなに偉くないですね。昔から使って。やっぱりアメリカでできた概念だから、英語でやったんですよね。ただリターンなんですよね。リターンですよね。ですからそれを報酬で訳すのか、収益で訳すのか、いろいろ訳し方がありますから、ですので、その、使い方の問題は確かになったんだと思います。どうもありがとうございます。すいません、どうも余計なことをして。どうぞ、どなたかに。どうぞ、本当にその事業報酬率のところはですね、何の説明を聞いてもちょっともわからない。難しいですよね。ということです。要するにこの、自己資本報酬率って言うんですよ。株主配当と考えればいいですね。そして
この他人資本報酬率というのは要するに銀行さ、銀行から借り入れたものに対する利息の支払いというふうにして考えればいいということですね。そしてこの東電さんの今回の計画によれば、そのなんとかデータがどんどんこのっていって、リスクを 高く設定していますよね。この自己資本報酬率というものを、過去からずっとこのデータがありますけども、今回は 6.32% ということで、高くして、それで設定しているという話ですよね。ですからあくまでもデータ9で、この報酬率は 6.32% となっていて、はい、これが今までで一番高い報酬率になっているんですよね。でここが全くわからないんですよね。なぜその株、要するに株主さんへの配当を保証しますと、銀行さんからの借り入れを利息をちゃんと払いますということを言ってるんですよね、ここはね。でそこが本当に今回のところは全く理解ができなくてですね、要するにその、私たちは、今回その事故を起こした東電 その株主さんの責任や、そして銀行さん、お金を貸した銀行の責任をちゃんと明確にして問わない限り、それらを電気料金に上乗せすることは反対ですというふうにして言ってるんです。でそこのではこの東電さんのこの計画では、じゃあ株主責任は本当に果たされているんですか。そしてその銀行さんの貸した銀行の責任というもの、今度の事故 のことに対してどういう責任を果たしているのか、そこをちょっと具体的に説明していただけませんか。これだと配当します、利息は返しますという話ですよね。でそれで本当に責任を果たしているんですか。ちょっとそこについて説明してください。これは難しいです。まず株主責任でございますけれども、総合特別事業計画上のですね、10年間につきまして無配ということになっております。通常の株式会社でございますと、株主総会をもって、利益処分を行うと、その一定比率を内部留保に、一定部分を配当にということが通常でございますけれども、計画上はそうしてございません。総合特別事業計画、またそれのベースとなりました原子力損害賠償支援機構法上ですね、私どもが出ました、仮に利益が出た場合でございますけれども、利益につきましてですね、そこのうち特別負担金ということで損害賠償に充当する金額につきましてはですね、法律上ですね、全体の経営のですね、安定化の中でですね、最大限のですね、配布を行うということになっておりまして、これを決める権限はですね、主務大臣が持っておられます。したがいまして私どもはですね、利益の処分権限はございません。で総合特別事業計画の中ではですね、一応この後のですね、社債の再開と発行再開ということを念頭に置きまして、一応計画上利益が出た年から平成25年から一応柏崎が運転再開、順調に運転再開することを前提といたしまして、一応利益が出るということになってございますが、純利益の半分をですね、特別負担に残りを内部留保ということでございます。で配当そのものについては一切織り込んでございません。内部留保につくのは先ほど申しました通り、現在の自己資本率が非常に低くなっておりますので、一応その社債の発行をですね、行えるところまで何とかするということでございます。また金融機関様からのですね、借り入れでございますけれども、こちらにつきましては総合特別事業計画の中で資本注入と合わせまして約1兆円のですね、いわゆる真水の 新規の資金のですね、ご提供をいただくということにさせていただいております。こちらにつきましてはですね、先ほど申しました通り、社債のですね、償還というのが、10年もの社債を中心に発行しておりますので、現在も残高として4兆円残っております。でこの金額がですね、本年度につきましては社債の償還費用だけで7500億円ということに達する予定でございまして、社債発行再開までの間につきましては、金融機関さんからもですね、
借り入れとですね、それから公的資本注入によりましてですね、なんとか資金バランスを保つということしか方法がないと、こういうことでございまして、こちらによりまして株主責任、また債権者でございます金融機関さんにつきましてはですね、この潤沢な資金注入をしていただくということでお願いしているところでございます。ちょっとよろしいですか。今の僕は株主の責任を問うのはこの先10年間は無配とするということによって株主の責任は、まあ、問うのだと、こういうご趣旨というふうに伺ってよろしくございますか。もちろん株、今まず第一にですね、先ほどの特別措置は全て株式、株主資本、自己資本をですね、既存しておりますので、それと株主資本の既存によってこの赤字を賄っているということ、それからその結果としてのですね、株価の暴落と、それとありまして、長期にわたる無配ということでございます。はい、ということでございます。6.32% は何ですか。どうおっしゃるだろうなと私は思ったんですが、この点はちょっと私の見解を言わせていただくとですね、この自己資本報酬というのはですね、別にその現実に配当に回すかどうかということではなくて、もっとそのバーチャルなものでして、過去の投資も全部含めてそれを何て言うのかな、召喚していくような考え方ですので、現実に配当を行うかどうかとは関係なしに法令で一義的に定められているということでございます。ですから現実に配当しないので自己資本に対する報酬を原価に含めないのであれば、これは法令を改正するしかないということでだと私は認識しております。そう10年間無配だけども、はい、6.32% の配当率を持ってますよということで、要するにその今の株主さんに株を買ってくださいって言ってるんですね。もっと言ってるんですか。いやそんなことありません。違うんですか、はい、今持っている株主さんに対して10年間は配当しませんけれども、その後利益が出たらそれは保証しますということを言ってるんですか。いや何も言ってません。いやそれはこの自己資本に対する報酬というものと、それから具体の配当というのは間には別にその 理論的な関係はないんです。それは何と誰かもっと私よりもうまく説明できる方は説明してください。じゃあ正確に申しますと、自己資本の報酬率は全産業の数字で決まっているので、先ほどそのこれ もう実績ベースなんですね。さっき の今までよりも高いじゃないかというのは、これは世の中全体 の配当率が上がっているので、0.69 という、0.63 ですか、という高い値になっているのは、これは 全産業ベース の ROE といいますか、配当が上がっているのでそうなっていると。つまりこの、はい、そういう意味で、多率的に東電がどうしようかというのは関係なくに、電気事業としてその資金を調達しようと思うと、つまりその全産業の ROE といいますか、期待する、配当率があるんですね。これはその投資家からすると、電気事業に投資するのか、そうじゃないところに投資するのかというのを見比べますから、その時にその電気事業に投資してもいいなと思うぐらい、その魅力的な率を設定しないと、電気事業としての資金調達は難しい。いう意味で、この全産業の ROE と言いますか、自己資本の利益率というのと、とはいえ、それはその非常に全産業はリスクの高い企業も入ってますので、電気事業はもっとリスクが低いんじゃないかということで、そのリスクフリーという公社債利回りという国債ですけれども、それの、期待利益率と、ミックスしてですね、要はなかなか説明してて、これからやしなくなってきたんですけど、期待投資家にとってですね、投資家にとって電気事業に投資をしようと、電気事業にその投資をしてもいい、つまり株を買ってもいいと思うだけの期待する利益率はいくらですかっていうことを、この交差債利回りと自己資本利益率でベータを掛け合わせて出してるんです。でそれは先ほど申し上げましたように、電気事業一般について資金調達しようと思えば、これは別に当然の問題じゃなくて、東北電力であっても沖縄電力であっても資金調達しようと思えばこれぐらい必要ですよねということで、ルール上はそうなっている。他方でそれで認められた資金調達コストのうちいくらを配当に回すのか、あるいはいくらをその利払いに回すのか、どのように調達するのか、これは定まらない。逆に言うと、これはまさにその先ほどその制度改革の時ありましたけれども、過去昭和30年でしたか、1960年ですか、それはその個別に積み上げなくて、むしろその一定に一般電気庁として認められる、その期待される資金調達コスト、それも安く上がれば企業の内部留保に回っていくだけのインセンティブになるし、
高く、まあ、かかってしまうところは、まあ、逆にそのデメリットになるので、まあ、努力をするだろうということで、まあ、この制度は作られているということであります。でまして、あの言いたかったことは、その電気事業として一般に認められる、その東電であっても、関電であっても、まあ、あの沖縄電力であっても、一般に認められる事業の報酬率、つまりその投資家にとってみたときの期待するリターンはいくらなのかということを、まあ、計算をしていると。今回その上で東京電力の置かれた立場を踏まえて、まあ、どう考えるかというのはそこに論点がどうでありまして、まあ、そこはあの国のだと思います。株は要するに売るんですよね。いや、それはですね、具体的な新株の発行はその会社の経営政策の問題ですので、それはあの資金調達をどういう手段でやるかということですね。株式で行うのか、銀行からの借りをするのか、社債でいくのか、それとも手元の資金で賄うのか、それはあのその時の情勢次第ですので、必ずその新株を発行するかどうかは、それはあの経営判断の問題。要するにその 6.32% を約束することによって、投資をしてもらおうということですよね。要するに困ったな。じゃあ、すみません、ちょっと後で。まずご理解いただきたいのは、このルールのところをですね、この、資料4の、4ページのところをご覧ください。資料4、ここでですね、事業報酬率ってどうなっているのかって、こう、ちょっと書いてあります。で、公社債利回りの実績値 ×1 マイナスベータ。プラス全産業の自己資本利益率×ベータとこうなっております。でこの中でまず公社債利回りの実績値なんですが、これもう文字通りデータで出てきているものなので、なんていうかマニピュレーションっていうかですね、操作のしようのない数字でして、客観的に出てくる数字です。から次に全産業の自己資本利益率っていうのも、これもその他の企業のデータとして出てくるものなので、東電が何か判断するとか政府が何か判断するとかっていうことと関係なく何パーセントと出てくるものです。他の産業なら平均的にこれぐらい稼げますねっていうのが出てくるものです。から他人資本の方もですね、有利子負債比率っていうのが他の10社平均で出てきますっていうことなので、これも今いくらで借りてますかっていう利率が出てきているので、東京電力が何か、操作するっていうこともできないものになっています。つまりこの枠組みの中で議論できるのはベータだけなんです。はい、他のものはもう客観的に決まっている。それでこの 6.、先ほどからおっしゃって 6.36、6.32 ここ出てきているのはですね、ここで言うと、全産業の利益率っていう形なので、判断とかですね、操作だとかがもう入らない数字なんです。まずそこまでいいでしょうか。でこれは他の産業だとこれぐらい稼いでいますっていうので、もし誰か資金を調達出し手がいたとすると、それよりもはるかに見劣りする収益率しか稼げないような人には出資してくれませんよねと。だから同じぐらいは稼げないと困りますよねって、こういうのを表しているものです。でベータって何を表しているのかっていうとですね、そうは言っても他の産業っていうのは平均的なリターンは高いかもしれないけど、リスクも高いから、高いリターンになっているんだとすると、リスクの低いところっていうのに同じリターンを保証しなくても資金が調達できますねというのを表している。でこのベータが低ければ低いほどリスクが小さいということを意味していまして、で、したがってこれでいうとベータが小さくなれば小さくなるほど実際の事業報酬率小さくなるわけですね。いいでしょうか。はい、それで、リスクがどれぐらいありますかっていうところだけを判断できるという仕組みに今のところなっておりまして、このルール自体がいいか悪いかっていう議論はあるかと思うんですが、あくまでこれ資本コストっていう考え方をして、実際にいくら払うということを念頭に置いているからとかっていうことではなく、すごく形式的に仮にこれから資金調達するとすればこれぐらいの、お金が稼げないと資金集められませんねということを抽象的に考えたらということになっています。抽象的な部分です。そういう言い方はすごくこれです。それで、ああどうぞ、後で、抽象的に考えないで他の企業の実際 その収益率を使うといい加減になっちゃうんですよね。利子なんてうんと高くなる。そうしても勝手にやるわけですよね。
だからそこでその客観的なルールというこれ別に当然だけじゃなくて全部の電力会社に対してそのある基準を設けてそこよりも節約したらそれはそれで結構です。自分のものにしなさい。しかしそれより これだけでも払えないならそれはあんたのコストですよ、まあ、そういう形でわざわざ抽象的にやることに非常に大きな意味。それからもう一つ先ほどから気になってらっしゃるその、まあ、報酬率が自己資本の場合高いというのはどうすればもうまた原発の事故が起きるかもしれないと相手に言って資本家を思うわけですよ。ここでだから電力に貸すっていうのはそうこれは大変なリスクだね。だからやっぱりその分高くなる、そういうのは払ってもらえない。これは当然の話だけじゃないんですけど日本全国の電気事業がそういうリスクを抱えているということを反映して高くなるんです。で、まあそれでだけ、それであるだけに自己直後がとてつもなく高くなるんです。そしてどんどんやっぱり下がってこのベータ値が下がってあるわけですけど、それでも他の事業より高い。今のルールだと、じゃあこれはもう認めざるを得ないという形なんですね。今のルールでいけば、はい、法令を改正しない限りはそうです。ということなんですね。はい、その通りです。ベータ以外は、ベータ以外はね。はいはい。そうすると、先ほど言ったその株主の事故の対する責任だとか、銀行さんの責任だとかというのはどういう形で問えばいいんでしょうか。それは料金の形で直接的に問うことはできません。というのはその原価の算定は法令でかなり一義的に決まっておりますので個別各社 その事情に応じて株主や投資家の責任を問うというスキームにはそもそもなっておりません。ですからそれは一種の経営判断ということになるかと思います。中田先生どうぞ。アナミンが以前からですね話がある、要は経営者責任とか株主責任はどうなんだという議論は実はもう当時の事故発生後にですね、本来、まあ、見方として破綻処理するとか、ずっとバッと分けてとか、いろんな議論があったわけですけども、やはり、損害賠償支援機構法というものをですね、立法して、その枠組みの中で、まあ、賠償及び安定的な電力事業を運営すると、そういうふうな枠組みを閣議決定して、国会で法律として、承認されたわけです。その中で、まあ、今我々はいるというのが現実で、それそうすると株主責任と経営者責任という話になるとまたそこのですね新たな一方であるとかもしくは機構法をまた違う形にするとか、まあ、そういうことをやらざるを得ないというふうに私は理解しておりますので、ここでそれを議論するのは非常に難しい、現実的には難しいということでございます。それでよろしいですか。そもそもこの事業報酬率についてのです、ね、考え方が、そもそも事業報酬率を、料金原価に算定 すべきかどうかということをです、ね、判断の基準として私は2つの切り口で考えておりまして、1つはですね、やはり財務の安定性をどう確保するかという問題、それからもう1つは先ほど私申し上げましたとおり、損害賠償支援機構法の枠組みで、その立法趣旨の中で、事業報酬をどう考えるんだろうか、そういう2つのことがあると思います。最初のですね、財政基盤というのはもうすでに皆さんご議論されているので、当然今、東電さんは、直近でですね 3%、3.5% ぐらいの自己資本比率だと思います。そのぐらい、はい、それで、1兆円が入って、やっと 10% ぐらいに回復すると、それがですね、現状の財務的には非常に脆弱な基盤であるということは、財務の立場でなくてもですね、皆さんご存じだ、ご承知かと思います。で、その安定的なですね、基盤を確保するために、資本注入も必要だし、もう一つはですね、どうしても利益を稼がざるを得ないと。利益稼いで、それが自己資本になって、なおかつ、キャッシュフローになってですね、それで、損害賠償であるとか、設備投資等々をやらなくちゃいけない。ただ、これが具体的にどこまでが妥当なのかというのが、まず議論があると思います。それから、もう一つですね、支援機構法の枠組みでどうなのかということでございますけれども、確かにですね、
実際に配当をですね、まあ、しない、当面はしないという状況の中で、なぜですね、そういった事業報酬を、まあ、積み立てる必要があるのかと、もしくは料金メンバーの中に、まあ、入れなくちゃいけないかということは、まあ、本来の機構法の指針、立法指針に照らしますと、基本的には、私はこうだと思っています。東電が財務体質を、まあ、要は自ら資金調達をできるまで、まあ、次元的に、まあ、機構が、まあ、ある意味では、まあ、肩代わり、まあ、支援、まあ、している状況だと思っています。まあ、そういう状況をいかに早く脱するのかと、機構法の第1条でも、最終的にはですね、健全なですね、財務を回復して、もっとは電力の安定供給をするために、まあ、この法律ができたというふうに書いてあったと記憶していますので、ある意味では、機構が、まあ、もしくは国が肩代わりしている状況をいち早く脱しないといけないと。で、そのための一定のですね、利益を確保するということがですね、まあ、今回の、まあ、機構法からしてもですね、ある程度事業報酬として、まあ、認めざるを得ないというのは、まあ、一方、もしくは法の立て付けの中で判断するとしたらそうなってしまうと。もちろんその庶民感情とかですね、国民感情からしてですね、やはりこれが納得できるかどうかっていうのはまた別の議論ですけども、まあ、残念ながらこの立法の中で一つは合理的、もしくはですね、きちんとした事項を置いた判断をせざるを得ないというのが考えられています。2つありまして、1つデータなんですけども、ベータ値なんですけども、この、資料4の、7ページを見ますと、ベータ値は、まあ、直近7年、それから2年、それから震災後から直近というので見ると、まあ、随分、変化してるわけですね。したがってこの最後のところを、まあ、基本的にお使いになったわけですけど、その1年間の平均というのでは震災直後の非常にその揺れ動いた時期のことが反映されていると思いますから、私はまあ最後の3ヶ月前での平均を取るということではどうかと思いますか。最後の3ヶ月は直近の3ヶ月でご出資ですか。そうです。いや、この前の年のところで、3月11日から3月30日までって言うけど、12年の1月1日から3月30日。ああ、そういうはあ、分かりました。というのは、前半は非常に落ちてる。中央があまりも音を聞いてるってことですね。もし、もちろんその季節変動とかこういうものがあるんだったら、それは当然修正してもいいでしょうし、それからまた将来、ある種のなんですかね、エクスプローレーションをしてもいいかもしれないけど、まあ、まあ、記事的にそんなところでいいんじゃないかなというふうに思います。それが一つです。それから、もう一つは、まあ、先ほどから の出社委員会、それからアナさんのご指摘というのは、やっぱりその政府が資本注入をする段階での条件なんですよね。資本注入をするからには、これだけの責任を取ってちょうだい。給料も下げてちょうだい、何もしてちょうだいっていうことだと思うんです。それで、それはまあもう機構ができてしまってから、それで、一応、まあ、あの時に作る時に文句があったら言うべきだという考え方もあるかもしれないけど、まあどう見たってあたふたと作っちゃったわけで、あの法律自体をまた改正するっていうことはあるかもしれない。それはそこで論じられるべきことだと思います。それは一つ。それからもう一つは、あの法律の中でもこれ資金ショートしたらまた資金注入しなきゃいけないんですから、資本注入しないそこでまた条件をつけるということがあります。それからここでの話はあくまでその今のこれまでの法律に基づいて料金を決めていることで、これここで決めているルールというのは全ての他の電力会社にも当てはまるわけなんですよね。そしてそういう、まあ、ある種のこう伸ばしてるんです。ここで当てはまるやることも他でもちゃんと提供していいっていうのがなきゃいけないと思うんですが、それにしてもやはり特村でおなさったり、それから、まあここでの料金の算定にやっぱり事故が起きたことがさまざまな、その、え
とはタイトルのこの法律の中で、だけども、まあ、元来のところは資本注入だったでしょうか。ここの委員会ではちょっと超えるだろう。そういうことです。はい、ありがとうございます。今、すみません、どうですか。データ注入の具体的なあり方を含めてご議論になっている。今、ちょっと一節出ましてですね、今年の1から3で第1四半期でいいじゃないかというお考え。一方、これ、米たちの観念自体は震災ルールで明確に決まっているんですが、観測期間はどうするかで、まあ、ある意味でどんな値でも出てしまうところのあるものですけれども、それについてどのように考えればよいのかということも、もし含めてご議論いただければと思いますが、松村先生、どうぞ。まず私自身は、発端委員がおっしゃった通り、一般的な議論、他のどの電力会社が出してきたとしても、適用されるルールで、淡々とやっていくつもりです。機構法の趣旨がどうなっているのかとかっていうようなことは私にとって所要でして、それがいいとか悪いとかとも思わないし、それから、それに関してそれをもんばかって、現行のルールから見るとおかしいこともやるとかっていうことは絶対にないはずです。現行のルールに淡々と従って、入れるべきでないものは入れないということをきちんとやっていくのが筋だと思います。で、事業報酬率ですが、すいませんが、私はこのベータ値の考えは、田先生の意見と一致しておりません。まず第一に根本的におかしいと思ったのは、当社は、震災後リスクが高まっており、ベータ値が 1.5 とかっていう値になっており、したがって上限の値は本来なんだけど 0.9 で抑えましたという説明は根本的におかしい。根本的におかしいのは、そもそもこの先ほど言った4ページの考え方を見ていただければ一目瞭然だと思いますが、例えば他人報酬率のところだって、これは東京電力のあるいは特定の申請した電力会社の借金の金利じゃないんですね。平均的な金利になっている。したがって例えば抽象的にある企業が何か大失敗をして、その結果として自己資本を食いつぶしてリスクがすごく高くなって、で借り入れ金利がすごく高くなったっていうことがあったとしても、それは保証してあげませんよっていう、こういうルールなんですよね。まさに資本コストなんで、その企業特有の事情で金利が高くなったとかっていうようなことはもちろん考えません。こういうことなわけですから、ベータ値だって全く同様に、電力事業として必要なベータ値というのが出てくるべきであって、何か、失敗があった結果としてリスクが高まって、だから高い報酬率が必要ですっていうのを自己的にコンペンセットするようなものではない。したがってこれはそもそも、特定の会社のベータ値ではなく、電力産業全体のベータ値っていうのを取るべきだというふうにまず思います。それからこれは、過去の経緯から見て大きく踏み出したような考え方っていうのを突然便宜的に取るのは許されないと思います。で、ベータ値が上がってきた時にはその上がった期間を短期間で取り、ベータ値がその足元で下がっている時にはそのままだと低くなりすぎるから過去の長い期間を取って大きくするとかなんていうような、そんな恣意的な運用をされたのでは、そもそもこの、ルールの基本的な方針に反すると思います。したがって過去のやり方から見てコンシステントなやり方でなければいけない。ベータ値が上がったっていう、こういうのを踏まえて直近のところだけを取り、で過去は、足元ずっと下がってきた時には高かった頃の過去を平均して高くするなっていうようなダブルスタンダードは許されない。でしたがって過去から の、やり方とコンシステントなやり方をしなければいけないので、少なくとも5年とか10年とかっていうのは、取って測るっていうのは本来の筋だ。で、したがって、震災後、ベータ値が上がっているというのは事実かもしれませんが、過去5年間って取れば、あるいは過去10年間って取れば、その中の一定の期間は震災後も入っているわけですから、当然その部分は反映されます。反映されますが、今までは過去5年間、過去10年間と考えてきたのに、震災後だけは直近の数ヶ月間とか、1年数ヶ月間とかっていう考え方は許されないと思います。から、直近の改定で 0.7、ベータが 0.7 になっているっていうのは、これは必ずしもベータ値の実測に基づいているものではないということになっています。で、これは、経営の安定性だとか、長期的な視点から見てこれぐらいが必要だ。これは届け出制だったわけで、チェックされていないので、これを正当だってい
直ちに言うのは難しいと思いますが、しかし逆に言えばこれよりも高い値を勝手に設定するっていうのは大きな問題だと思います。長期的に考えるべきだから、メーター値が例えば直近7年取ると、0.7 円はるかに低くなっているのだけれど、それが震災前の状況だと同じわけだから 0.7 にしますっていう理屈ならまだわかるんですが、私はこの 0.9 点を正当化する理屈は何一つ思いつきません。以上です。ありがとうございました。はい、安藤先生、どうぞ。次は安藤先生。はい、まず特定の会社のでやるわけない、まあ、こういうことですね。当然じゃない、全体です。それで、まあ、もう一つはですね、過去 その今までのやり方っていうのはもう過去何年というふうにもういつも決まってたわけですから、いろいろフレックスで、まあ、私が思うにはその、まあ、今後おそらく3年間が ありうるだろうというところを予測するという意味で過去何年間かの平均というような、意味合いだろうと思ったんですよ。それでしたがって別に東電だけじゃなくて全電力会社のベータ値をおそらくさっき言った理由で上がったわけで、これはちょっとそんなに安心してられないっていうんで上がってたんで、まあ、そのことは、この今後3年間ということには加味してもいいのかな。ただし、まあ、今の言われたことを考えると、むしろその、震災直後の何ヶ月かを外して過去を何とかそういうんで見たらいいのかもしれませんね。まあ、とにかくそこの影響をあんまり強力に見るべきでもないし、しかしやはり震災が起きたという電気事業界にとっては大変大きなことというのはある程度は加味すべきではないか、まあ、そういうことです。ありがとうございます。山下先生。今のデータの議論の勝村さんが言ったこと前半の結論的には感じなんですけどね、まず個別に見るべきではなくて、まず産業で別に見るというのもそうだと思います。ただちょっと理由が違って、データってもともと市場リスクなのでリスクプレミアムなのね。そうです。ある企業に対するリスクプレミアムの向こうがデータなので、データそのものは企業のものだと思うんですが、まあ、こういう公益事業で事業報酬率規制をして、まあ、営業費についてもヤード請求出てるわけですよね。だからそういった同じような意味で事業報酬率をね、ああしたベータの値をね、固定してやるっていうのはそれ一つのやり方で、ある意味では他の申請が出てきた時も極めて専門的にそれ説明できるという意味ではいいインセンティブ、ある種のインセンティブで買ってるっていう意味なんですよね。それでどういう期間でどういうふうに取るかということなんですけども、実はこの有識者会議の時に私は比較的長期で取ったらいいんじゃないかとこういう発言したのをよく覚えています。でそういう意味では松野と一緒なんだけれども、松野が言った通り、その何て言うんですか、裁量的にその都合によってそのベータを決めるなんてことはありえない話なので、それは現に避けなければならないと思います。ただベータはリスクなので、リスクっていうのはどんどん視点によって変わってくるはずなんですよね。でこれ私は金融の専門ではないんで詳しいことは、ね、説明できませんけれども、私の知っている浅い知識でも金融のリスクっていうのはその場その場で変わるはずなんです。なのであんまり長い間取ってこれだっていうのは企業にとってなかなか難しいところがあるというふうに思います。それでその時も申し上げましたけれども、料金をベータで決めるっていうのは自己矛盾だって話をしたと思います。そうおっしゃるんですよ、ね、ベータ決めると料金が決まってきて、でも料金決めるとベータが変わる、そういう関係にあるんですね。ですから基本的にまあ、どこかでその、まあ、ある意味ではそのトレードオフのどっかの接点を出さなきゃいけないんですけれども、さっき電気事業法の説明があって、その事業報酬どういうものかということを言われたときに、これやっぱり今回の現場公募の話もありますけれども、それとは別にもともと事業報酬は事業は事業体として存立する、そういう水準で決めるということだと思うんですよね。でこれを言うとなんかまた非常にだからコストが上がってもいいんだってこういうふうに取られちゃいけないんですけれども、それ基本的に相場が通原価でコストを削るときは営業費の方で削ってもらうので、ね、これもどんどんやってもらいたいと思いますし、それを皆さんが納得しないような営業費は、ね、ありえないと思います。だから電気費の問題もそれから修繕費の問題もね、調達の問題もみんなそうですけれども、それはそうなんだけれども、
資本費のところっていうのは企業がこう成り立っていくかどうかが非常に大きなところなので、これは慎重に見ないといけなくて、だからある意味ではね、さっき申し上げたように料金決めるベータが変わる、ベータによって利益が回る、そこの関係の中でどこか見出さなきゃいけない。でちょっと結論的にどうなって計算してみないとわからないんですけども、おそらくさっきのリスクの私の見方からすると、そういったリスクを反映するベータの長さっていうのはどこかっていうのをもうちょっと精査するのかなというふうに思っています。でただ今回ね、こうやってまあ、現場移行もそうですし、特別総合事業計画もね、認可されたんで、まあ、そういったことを前提にして、データも決まってくるのではないかと、こんなふうに思っています。ありがとうございます。秋議員、どうぞ。ですね、私、思いますのは、やはりこの震災によりまして、今まで電気事業というのは非常に安心な投資先だというふうに、まあ、資本市場が、なり金融機関が持っていたものがですね、そうではないこともあるんだという情報がある意味で適切して開示されたということなんだと思う、まあ、開示といいますかですね、知らしめられたということなんだと思いますので、やはりそれに応じて、まあ、直近のですね、ベータが大きくなってしまっているのは、まあ、致し方ないことなのかなというふうに思います。従いまして、まあ、ちょっと私も今じゃあどの何年を取ればいいんだというふうには申し上げられないんですが、まあ、多少今オーバーに反論しているところもあろうかと思いますので、ある程度この先の3年間というものを見越して、しかしこの震災の影響を無視しない形での期間が取れればいいというふうに考えます。どうもありがとうございました。一応先生方それぞれご意見をいただきましたが、まずそのベータ値は、まあ、これはもともとはおっしゃるように個別企業のリスクプレミアムを表してたんだと思いますが、ここで使われているベータ値はやはりすでに法令および審査要領にあるように一般電気事業共通のものである。だから、まあ、個別各社ごとにベータ値を考えるということはしない。次にそれはそのベータ値というのは、まあ、価値中立的に計算されるものであるから、まあ、恣意的な運用はしてはならないと。まあ、この点はもう全く皆様のご意見を一致したというふうに私認識いたします。あとはその乾燥期間というかどの期間を取るかということですが、まあ、一方で一種のコンシステンシーを重んじて長期的に見るべきだというお考えと、それからリスクというのは、まあ、瞬間瞬間で跳ねるものですから、そんなに長く見られないのではないかというご意見とかあり、もう一つの軸としてはですね、その3115の、まあ、例えば3ヶ月とか半年とかですね、もうそれはもうリスクプレミアが多分跳ね上がったであろう期間をどのように考えるか、それを丸ごと反映させるのか、それともそれは毎週の特異値であったと、まあ、平均気温で言えば猛暑年みたいなもので、あんまりその特異的な部分を全面的に反映させるのはおかしいのではないかというご意見があったと思います。でこれはですね、おそらくここでちょっとその平場でずっと議論してても終電するものではないと思いますので、そうですね、まあ、いくつかの考え方のパターンをどっかの段階で示させていただいて、その上で改めて議論するということでいかがでございましょうか。じゃあベータ値のところはそのぐらいに今とりあえずしておいて、放送効果等についてはいかがでございましょうか。原さんどうですか、まあ、なかなか納得できないですよね、うん、え政府が資本準備をするときにね、やればよかったんだって言われたって、全然わかんないし、なんかそういう機会はね、やっぱり保障されるべきでしたよね、これでもどうするかってことで、特別事業計画を認めた段階でもう、これ認めてるんですよね。まあまあ、そこに一番だね。そうですよね。他で言います、私は。他でのにあれすると、あくまで消費コストは、一般的に算定した上で、それが配当に回るかどうかっていうのはまた別の話ですから、それは配当に回さないということを、まあ、特別事業計画ではコミットしてますし、配当はそれは株主責任を、まあ、取る一つの方法だということですね。配当は、配当には回らないと。ただし、その資金がどうなるかといえば、さっき東電さんが説明ありましたけども、じゃ配当しなかった分はどうなるかといえば、それは賠償の特別担保があって、政府に戻ってくる。つまり、一回その賠償のためにその、まあ、費用を返していくということ、それから、まあ、もう一つはご説明があったのは、まあ、財務財政を将来的に良くしていって、まあ、政府のお金に頼らなくても、まあ、自主的にお金を調達して回っていくように、まあ、内部留保といいますけども、自分の資産といいますか、財務を良くしていくと、まあ、それに使いたいということをおっしゃって、賠償機構法上どうなっているかと申しますと、これは収支からして、最大限、
の特別参勤の納付を求めるというふうになっで、加えて、その先ほど説明ありましたように、その主務大臣、これは経済産業大臣と気候担当大臣、これたまたま今、今の目玉大臣ですけども、それは認可をします。すなわち、その明らかにその特別参勤に帰ってくる額がですね、実際にその収益と比べまして低すぎるとか、ということであれば、それは認可が得られないわけになりますので、しかし、パブリック責任がきちんと取られるかどうかというのは、あらかじめ、特別参勤を納付する際に、それは政府のチェックを図るということになっています。それがさらに配当なんかに回ってるってことは、それはチェックしますね。それはないということです。企業の方はどうですか？銀行の責任というのはどうですか？銀行の責任につきましては、これは、どう考えるかというのはあるかと思うんですけども、まあ、1兆円のニューマネーといいますか、新しく追加融資をすると。その時の金利、積もればいいのかわかりませんが、もしですね、本来の当然の現在の状況を踏まえて、まあ、普通に例えば融資をしてもらうと思えば何パーセントがすごい高い金額かもしれない、まあ、それをそのある一定の、まあ、範囲に抑えて、まあ、それはその金融機関もある意味でその責任を取る形で融資に応じるということで当然としては交渉されたと。利息を求めないで融資してくれるんですか？そういうことですか？まあそれじゃね、まあ、私も一法律家としてぶっちゃけたこと言ってしまえば、それは初発を間違ったんですよ。つまり最初に会社構成しておくべきだったんです、本当は。そうすることによって 100% 減資して、そして債権、銀行の債権を大いに泣いてもらって、社債持ってる人は担保付きでしたよね、本社の社債って。だけどまあ担保付きだって破産法と違って担保権は実行できないんですよ。それ公正担保権って言ってですね、もうこれも泣いてもらうんです。全部泣いてもらえよかった。ただそれは火事までその判断しなきゃならない人に対して、1年以上経ってから、そのなんていうかな、冷房に当たりながら、本当はこうすべきだったんだっていう、その後方釈がどれだけ通用するかっていう問題ではありますが、まあ、リーガリスティックには僕はやっぱり東電さんの前でこういうこと言うのなんだけどさ、会社構成にしてあれだと思いますよ、そのすっきりすればよかったと思います。ただ、会社構成法の難しいところはですね、まず第一に、損害賠償債権者が何十万もいるっていうのの処理をですね、会社構成法の枠内ではちょっとできないってことは確かにあったと思います。それは完全には裁判所の事務処理能力がまず難しいのとですね、この損害賠償債権は無担保債権ですから、社債債権者より、あるいは有担保の銀行債権よりもですね、劣後してしまうんです。でこれをどうやってやるかっていうのは、これ特別立法やらないと特別できなくて、これは火事場でやると今よりもっとひどいことになってたんじゃないかなというような気もしますが、まあ、これはまあ方言だって、まあ、でかいところででかい声で方言しちゃってますまあまあ私もアナさんとそのあれです、その思うところはそんなに違ってはおりません、まあ、ただそれはもう政府が、潰さないって決めちまったんだから、もう今更我々がどう言ってもですね、もう落ち着かない話と、まあ、こういうことで、先ほど畑先生や松島先生もおっしゃったけど、まあいろんな制度はですね、我々にとってはもう余計その与えられた条件であって、まあ、それはそれでしょうがないやという、まあ、そういうんでみんな、まあ、内心ではみんなブツブツブツ思いながら、それはしょうがないやと思って議論してるんです。ね、了解です。いや、了解ですって、了解できないんだけどさ、了解できないんだけど、まあ、了解できないんだけど、その、なんていうのかな、まあ、耐え難きを忍びがたきを忍びながらですね、議論しているわけでございます。